まずそれを伝える人自身がバッてこう輝くっていうか、バッてこうなんかこう生きてるっていう感じを出すと、それを見てる人たちがなんかその生きてるっていうエネルギーがボイストレみたいな感じで、はいって感じでこう一緒に行こうって感じになんか乗るっていうね、あの丸々した方がいいですよとかいくらでも書いてありますよ、インターネットですね。こう生きると幸せになります。べきという考え方を捨てたらいい。それまでべきなんですよ。べきという考え方を捨てるべきっていう新しいべきじゃないかってよく見ると。なんだけど、べきを捨てたらこうなったみたいな感じでジャンってやってると、それを見ていいなと思えば、私もそれやろうって。モルメイクでは決してなくて、素を濃くするメイクなんですね。だから内面をグリッとこう顔に、自分って私はこういう人間だ、どうだっていう、可愛くなったね、綺麗になったねとか、あ、なんかすごい。いいとか言われたいんじゃない、こういう生き方をしていくんです、ね、鬼がこういうなんかその内面を顔に乗せるっていう、でよりその人らしくなるためのメイク、皆さん見てる皆さんにも思ってもらいたいんだけど、私ごときじゃないけど私様を使うんだからっていうふうに思って生きていかないとダメなんですよ。石井あさこ様が死んだすんだぜみたいな、いけたいちょっと言いながら責任してるんだけど、これは自分を頑張って盛り立ててるからみんなプレイヤーを見てもらいたいだろっていう人だけをもう来てもらうというふうに決めた方がいい。だから皆さんだったら、皆さんが届けたいことがあるんだったら、私を選んできたんだろっていう人にしないと、皆さんの時間も体力も有限です。一つは、私は心を尽くします。その場に置けといてね。うん。自分の持っている力を惜しみなく出す。あとは、相手がいる仕事だったら、相手の力を信じます。で、あと、その場に起こることが、起こるべきことが、起こるべきタイミングで起こることを私は信じる。これだけで、皆さんが気づいてないだけで、これを今見てくださってる、皆さんのお一人お一人の素で、これが自分自身が素であればあるほど、それが収入になってくる。何か私の伝えたいことに関連していくような何かが残る本とかね、サービスとかしか私は絶対伝えない。はい、いただきました。よく私は夫に不合的と言われます。出た君の不合的行動も、でもお金が出てきてるように見えるんだけど、長い流れで見るとジェーンってこういいものがうーわーありがとうございますみたいな、何で帰ってくるのかよくわかんないけど、とりあえず払うっていうのは、これは絶対ダメ。闇雲に払ったら、それはなくなるだけ。例えば私は、今年のもうすぐね、もう1年終わっちゃうけど、お正月に、地元の神社でお賽銭1万円入れたんですよ。その時に、どういう気持ちで1万円入れたかっていうと、1万円入れたら、これできっとお金が返ってくるって誰か言ってたから、まずは1万円入れようっていう気持ちでは入れてないわけです。これ何かっていうと、1万円は研修費です。1万円では大変安いと思いますけれども、これからの1年間が私が成長できるように、神様どうぞ、なるべく痛くない研修をよろしくお願いしますっていう気持ちで、ポンって入れるわけです。もう安いでしょ、1万円で人生の研修が。しかも、なるべく痛くないんです。これ大事ですね。私が大好きなの、ちなみに言っとくと、ライブ閲覧数1、これ最高にシュールで面白いんですよ。だってただ食べてる人をただ見てる人が一人。何が起こってるのって答えあるのじゃないか。それで美味しいですかとか聞かないと気まずくて、美味しいですとか、何この時間っていう、もうその瞬間がもうたまらない。そこでお返事とか言わなくても、ただそのシュール感を味わえ、こういう感じですよ。だからそれができるんですよ。私に起こるべきことが起こるタイミングで起こって、それを私がきちんと受け取れますようにっていうことだけです。今目の前に起きていることをとにかく信じることですね。すべての人がいいようになるように人生ってできてるんですよ。自分自身で振り返ると、やっぱその割と小さい時から幸せに生きるということはこんなことであるという、ある意味教科書ですね。誰かの作った教科書を確実にクリアしてくるような生き方をしてきていて、そこに
自分の意思があまり乗ってなかったっていうところが、うん、痛みの根っこにある、うん、究極的にはね、自分のことをよく思わないやつなぞ視界から消してしまえという話なんです。いらないの、そういう人は。いる人だけ、おいしいね、あたさん、これすごいおいしいとか言ってるから、おいしいですね、こっち見ないことにしようみたいな。もうみんなあれだよ、あれだよ、ずっとあると思うな、人生。あの本当にもう今日、今からできる自分のご褒美を一つやる。今このように今生きてられるっていうことを本当に無駄にしない。取り返してください、自分の時間を。1分でもいい、1時間でもいいね。自分のための時間をぜひいっぱい作っていきましょう。あさこさん、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。よし、ありがとうございました。